っております。神宮球場夏の甲子園大会西東京大会、準決勝戦が行われます。八王子高校対創価高校乱打戦です。一つで言いますと、創価高校が13本、八王子高校が12本、そして今この八王子高校が点数で言ってますと、八王子この創価高校が追いついてきて、この7回の表同点に6対6となったんですが、7回の裏、今八王子高校が北条君の今ヒットで石原君が帰ってきたところです。1点リード、そしてもノーアウトで、ノーアウトです。代打佐藤君、代打が出てきてます。佐藤君、もうどちらも総力戦です。創価高校も3人目のピッチャーが出てきてます。今日勝たない限り、この優勝戦には出れないわけですから、お互いに総力戦です。八王子高校もピッチャー佐藤君が変わってます。米原君に変わってます。現在創価高校3人目です。打ち上げた、ため息が出ます。キャッチャー裏になりました。ワンアウトになります。しかしまだまだ攻撃可能ですので、続くバッター頑張ってもらいたいと思います。ピンチヒッターが出ましたが、キャッチャー裏になりました。八王子高校応援席いっぱいです。この対する創価高校は攻撃になりますと、こうなるような、うねるような大きな力でこの声援が入ってきます。1点止まりでした。7回裏の攻撃、八王子高校ダブル、このダブルダウトになりました。一瞬のうちに、この今のチャンスが広がるということなく、1点止まりで終わってきました。まだ1点乗りだとで決して油断できるような点差ではありません。また今回も創価高校の攻勢があるかもしれません。向こうは 5,6,7 と1点ずつを返していく、点数を入れるような攻め方で、この徐々に押してくるというような形です。また一歩八王子高校リードしましたが、さらにこの回は止めてもらいたいと思います。創価高校の攻撃を止めてもらいたい。